兄弟たちはまだ見つからないか。はっ、申し訳ございません。先ほどカムイ様が白夜兵に連れ去られたとの情報が入りましたが、真偽も分からず。何？カムイが？捜索の兵を増やせ。はっ。残りは正面から白夜軍に当たる。準備を急げ。マークス兄さんがいるっていうのはあの辺りか。ええ、あなたたちの軍暗夜軍が兵をまとめて敵と交戦しているようです。あ、あれマークスお兄ちゃんじゃない？ほら、あそこでみんなに指示を出してる。間違いない、白夜軍と交戦する気なんだ。すぐに合流しなくちゃ。わかりました。マークスさんを目指し、私たちも進軍しましょう。私ね、私ね、分かったわ。私ね、私だね。私だね。うん。何かしら。それはできません。何かしら。分かったわ。何かしら。何何？よろしいですか？よろしいですか？よし、行きましょう。命知らずめ。はあ、その程度でこのマークスを撃てると思ったか。行くぞ、白夜軍を殲滅する。おミッション開始です。霧が深いわ。ここを抜けないとマークスさんのところまで行けないの？龍脈の力で霧を消せるかもしれないわ。力の眠っていそうな砦を制圧しましょう。ミッション開始です。聞いてください。でかかればこの私を討ち取れると思ったか。そうはいかん。マークス兄さんを失ったらアイア軍は総崩れだよ。それだけは避けないと。いいですか？大変、止めましょう。聞いてください。毒の霧。ひどい、そんなものを使うなんて。いいですか？術者を見つけて撃てばいいよ。自分で毒を吸わないよう霧の外にいるはずだ。ミッション開始です。やりましたね。制圧しました。いました。このくらい
取り返されたらまた取り返すの。やり返せないわけにはいかないでしょ。急いでください。任せて。逃がすな。多勢に無勢か。だがまだ終わらんぞ。急いでください。術者じゃなかったね。やりましたね。侮らないで。覚悟はいい。制圧しました。まずはこの霧を晴らさねばならん。やりましたね。なめるなよ。神だ、レオン、エリーゼが援軍に来たぞ。今こそ白夜軍を打ち破り勝利をつかむ。急にアイヤ軍の士気が。部隊を投入して押し返すのよ。敵の増援です。造園か。早めに倒さないと砦を奪われてしまうよ。ああ、急ぎ撃破しよう。なになに。了解。何かしら。わかったわ。あたしね。よし、行きましょう。
守りましょう。制圧しました。順調です。この調子で他の砦も落としましょう。よし、行きましょう。制圧しました。よし、この勢いで砦を全部落としちゃうんだから。よし、行きましょう。よい、制圧しました。うまくいきました。僕たちにかかればこのくらいは当然の結果だよ。侮らないで。次に行こう。覚悟はいい？よし、行きましょう。陥落してしまいました。Thank you.
できました。うまくいったわね。通りにはさせません。俺が相手だ。白夜軍の拠り所が減っていくわ。あと少しね。よし行きましょう。兄弟たちに力を貸してくれたようだ。何者だ？あ、そうだね、紹介するよ。お話ししたいこともいっぱいあるの。痛かったかしら。お前たちのおかげで兄弟たちと無事に合流できた。助かったぞ。あとはカムイだけなのだが。そのカムイさんって人、白夜軍にさらわれたって言ってましたよね。ああ、兵からの報告があったのだ。何としても救い出さねばならん。
実は二手に分かれた我々の仲間がこの近くにいるんです。そろそろ合流したいと思っていたので彼らにも聞いてみましょう。なるほど。では一つ頼まれてくれないか。カミラ、レオン、エリーゼよ、共に連れて行ってほしい。私たちにはこの地の情報が不足している。だがお前たちと共にいれば多くを知ることができるだろう。なんで？マークスお兄ちゃんは？私はアンヤ軍を指揮する必要があるからな。このままカムイの行方を探ろう。じゃあ私たちも探すね。早く兄弟みんな揃いたいもん。ということでよろしく頼むよ。わーい、またエリーゼと一緒なんだね。うん、よろしくね、リズ。カムイをさらった白夜の連中を見かけたらきついお仕置きをしてあげなくちゃ。きついお仕置きだと？まさか真なる闇の力を解放するのか。あいつらと合流したらまた一段と賑やかになりそうだな。ええ、何かわかるといいんだけど。やったわ、私が一番ね。こういう感じ嫌いじゃないわ。よろしいですか？これでもっと強くなれるかしら。